ゴマフアザラシは、アザラシかゴマフアザラシ属に属する海生哺乳類。アザラシとしては中型。日本の水族館や動物園で最も多く飼育されているアザラシである。ゴマフアザラシの、分布ベーリング海、オホーツク海を中心に、畜地海、日本海、太平洋北部、ピョートル大平湾、渤海、黄海に分布する。ゴマフアザラシの幼獣体長は、 オスで1 7 0トル前後、メスで1 6 0トル前後。体重は70から1 3 0ラムほどになる。ゴマフアザラシを漢字で表すと、ゴマダラ海標となる。この中からもわかる通り背面は、灰色の地に黒いマダラ模様が散らばっている。一方、覆面は薄灰色で、マダラ模様は少ない。体表の模様は、個体差が著しく大きい。 生成熟年齢は、オスで3から4歳、メスで3から5歳。繁殖は、一夫一妻形式で4月に交尾する。約1年後の3から4月に、流氷上で一子を出産。授乳期間は2から3週間。新生児は、白色からややクリーム色をした産毛に包まれて、生まれてくる。この白色の産毛は、流氷上で出産するゴマフアザラシにとって保護色となる。 なおこの産毛は出産後にから3週間で抜け落ち、新生児も親と同じゴマダラ模様になる。氷の隙間から呼吸のために顔を出す冬から春にかけては流氷と共に移動、回遊するアザラシであるため、冬のオホーツク海沿岸でよく見られる。流氷上で出産や育児を行う。流氷が消滅し交代すると北上する個体が圧倒的に多いが、 北海道東部の風蓮湖やの付半島などに留まる個体もいる。寿命は30年前後とされるが、国内の水族館でも30歳を超えた個体が出産した例がある。国内の水族館で同じゴマフアザラシ属のゼニ型アザラシと交雑した記録がある。公食性で口に入るものなら何でも食べる。小型のタラ類、カレー類、サンマ、ニシン、チカなどの魚類のほか。 イカやタコ、エビやカニなどの無脊椎動物も食べているらしく、飼育している個体にアジアサバ、キビナゴ、イカナゴ、ホッケなどを与える施設もある。The IUCN Red List of Select On t Species 2016では LC と評価している。個体数は1970年代には全体で40万頭、ウチベーリング海、チュクチ海に20万から25万頭、 おホーツク海に17万頭が分布していたと推定されている。その後、日本や旧ソ連が狩猟を行っていたため減少した。しかし、日本では年1頭ほど捕獲されていたが、毛皮の価値が低下したために、商業的捕獲は衰退した。ソ連も捕獲頭数制限を設けたために、現在では個体数は回復しているとされるが、正確な推定はされていない。 北海道では本来は越冬のために陶器にゴマフアザラシが集まっていたが近年はカキでもいつく個体が増加しているそのため漁業被害が深刻となっているそれに伴い北海道東部で行われている秋酒定地網に名入試で起死するゴマフアザラシもいるオスのゴマフアザラシは家内イバッカイコウで越冬する個体群森下博美原作の漫画少年アシベ ゴマフアザラシの赤ちゃん、ゴマちゃんが登場。後にテレビアニメ化され、一般にもゴマフアザラシが、ゴマちゃんの愛称で親しまれるとともに、本種の知名度が高まるきっかけにもなった。上越市立水族博物館で飼育されていた、上は2006年頃から、立つアザラシとして評判になった。水深1.5メートルのプールでひれ足を底につけ、直立不動になる姿が、 テレビ番組などで紹介され、親しまれた。高齢のためと目が悪いため、一番楽な姿勢を取っていたと推測される。上は2011年1月に老衰で死亡した。推定年齢は33歳。北海道は内市幕海港には、11月から4月まで、多い時で1200頭を超えるゴマフアザラシが越冬のためにやってくる。幕開港には、ライブカメラや、 双眼鏡を設置したアザラシ観測所があり、防波堤の消波ブロックの上に寝転がる姿や、校内を泳ぐ姿を見ることができる。ありがとうございます。